イングリッシュエレクトリック・キャンベラ。イングリッシュエレクトリック・キャンベラは、イギリスのイングリッシュエレクトリック社が開発し、イギリス空軍に採用されたジェット爆撃機である。初飛行1949年で、2006年にイギリス空軍では退役した。速度性能や高高度性能、低空での操作性を評価され、イングリッシュエレクトリック社は、爆撃機型を土台に偵察機型や、 練習機型も開発した。また、アメリカ合衆国やオーストラリアにも採用され、各国でライセンス生産された。イギリス空軍は、第二次世界大戦中の1943年から、デハビランドモスキートのようなジェット高速爆撃機を求めていた。キャンベラの開発は1945年に、イギリス航空省から出された要求仕様 B3-45 に始まる。 要求内容は、アブロランカスターの航続力と、デハビランドモスキートの爆弾搭載量を呼び、警戒性を兼ね備え、ジェット戦闘機と同等かそれ以上の速度と、高高度性能を求めた、厳しいものあった。イングリッシュエレクトリック社は、第二次世界大戦で、ハンドレページハンプデンやハンドレページハリファックスの製造を行っており、戦後もデハビランドヴァンパイアを製造して、 技術を高めきていた。1944年には、ウェストランドエアクラフトのウィリアム・テディ・ペッターを社に招き、COB3-45 の開発に向けて動き出した。そして、1945年9月に航空省に計画を提出し、翌年1月には航空省から試作機製造の契約を結ぶところまでこぎつけた。高高度性能を満たすため、エンジンは、 ロールスロイスで開発中のターボジェットエンジン A ボンを選定した。簡素で当時としては、一般的な設計は、グロスターミーティアに似ていたが、ミーティアの拡大版というわけではなかった。試作機の A1 は、1949年4月29日に、完成した。構想段階では、後退翼の採用も検討されたが、角張った、大円翼のような低アスペクト四直線翼が、 選ばれた。両翼それぞれの中央に埋め込む形でエンジンナセルを廃し、エンジンは A ボン RA-2 を搭載した。同年5月13日に初飛行し、軽快な運動性と優れた性能を示した。A ボンの製造中止を警戒して、ロールスロイスニーンを搭載した試作機も製造された。なお、レーダー標準システムの搭載を前提として開発されていたことから、 試作機の搭乗員は、パイロットと広報士の2名だったが、このレーダー照準システムは結局実用化されなかったため、量産機では爆撃手が追加で登場することとなり、機種に目視爆撃用のキャノピーが追加された。1949年9月に、ファーンボロー国際航空ショーでお披露目され、名称は、 最初の海外顧客でイギリス連邦の構成国オーストラリアの首都キャンベラにちなんだ。キャンベラがイギリス空軍に引き渡される以前からアメリカとオーストラリアが興味を示していた。キャンベラは当時のほとんどの戦闘機より優れた性能を有しており、特にその高速性と高高度運用能力から迎撃できる戦闘機がほとんどいなかった。後に イギリス空軍に配備されたホーカーハンターやブリティッシュファントムでさえ高高度域でも高い運動性を発揮するキャンベラは手強い訓練相手であった。そのためいくつかの記録を樹立しており、1955年と1957年にはロケットモーターを取り付けた改造機が高度世界記録を樹立している。1950年4月に イギリス空軍向けに爆撃機型のキャンベラ B2 が完成し、1951年5月にはイギリス空軍へ引き渡された。B2 は A ボン101を搭載した。翼カパイロンや固定武装もないが、爆弾層は胴体下部に前後2つに分けて設けられ、搭載量は 2720kg であった。機内は余圧式で3名が登場し、 それぞれにマーチン・ベイカー A 向け1射出座席が用意されてあった。広報手と爆撃手はパイロットの後部に座り、爆撃手は爆撃時に射出座席を離れ機種の爆撃標準席へどうすることになっていた。B2 に続き胴体を36センチ延長して、計7台のカメラを搭載した PR3 が開発された。偵察機型の PR3 は、 B2 の爆弾庫であったところが燃料タンクになっているため、航続距離は 5770km となった。また、爆撃照準機の箇所にカメラのファインダーが設置された。機種転換練習機型の T4 は B2 から機種の爆撃使用キャノピーを配した代わりにコックピットを並列座にし、操縦系統も二重になった。イングリッシュエレクトリック社だけでは、 量産に限りがあったため、アブロ社、ハンドレページ社、ショートブラザーズ社なども製造し、B2 だけで422機が生産された。PR3 もとにターゲットマーキング爆撃機型の B5 が計画された。ターゲットマーキングとは、かつて、モスキートなどに割り当てられ、照明弾、あるいは焼夷弾を投下して、後に続く重爆撃機部隊に爆撃目標を、 知らせるというものであった。B5 は、翌内燃料タンクを装備した、ウェット、ウィングとダンロップ製のブレーキシステム、初期の ABS を採用し、A ボに109にアップグレードされる予定であった。しかしターゲットマーキング任務は、時代遅れで、結局、試作機のみで生産されることはなかった。この B5 の開発を活かし、B6 が開発され、1953年8月11日に、 初飛行した。エンジンのアップグレードによって搭載量は 4500kg まで増加した。また、B6 とほぼ同様のアップグレードを行った PR7 も開発され、B6 と並行して生産された。B6 は、イングリッシュエレクトリック車とショートブラザーズ車で49機、PR7 は82機が生産された。なお、B6 の主力化に、 翌カパイロンを追加した機体は B15、B16 と呼ばれた。キャンベラは高高度爆撃機として設計されていたが、イギリス空軍は低空侵攻で戦術爆撃を行う阻止攻撃機6が暫定型として開発され、1955年3月31日に初飛行した。B6 の爆弾は全部はそのまま爆弾用に残され、 後部は、イスパノ MKV20mm 機関砲4門を着脱式のパックに収めて、胴体下部に搭載できるようになり、機関砲の照準はパイロットが行った。また、B6 は、翼下パイロンを装備し、450kg 爆弾か2インチ、スネブロケット弾37発のいずれかを、それぞれの翼下に装備できた。B5 の試作機を転用して、 着脱式機関砲パックの装備など B6 の改造を盛り込み、低空での運用に最適化するため、全部胴体を回収した B8 が1954年7月23日に完成した。全部胴体は搭乗員を考慮して、座席やキャノピー配置が変更された。新たに、ティアドロップ型キャノピーが左へオフセットで配置され、そこにパイロットが座り、 広報士は右側に座った。パイロットの座席には、マーチン・ベイカー A 向け2が装備されたが、広報士はハッチから脱出する必要があったため、油圧動作の風除けが備えられた。最前部の爆撃使用キャノピーはそのままであったが、実際の爆撃照準はパイロットが行った。B6 は24機の生産で終了したが、B8 は、 ショートブラザーズ社での製造を含め164機が生産された。より高高度性能を高めた PR7WH793 がネイピア社で開発され、1955年7月8日にデモ飛行を行った。主翼は中央の翼源を増し、エンジンは A ボン、bon、RA28 へ換装され、尾翼も大型化された。上昇限度は 大差なかったが、上昇率は大きく改善された。これに興味を示したイギリス空軍は、イングリッシュエレクトリック社に PR-9 として発注し、B8 で回収された、全部胴体の構造を引き継ぎ、爆撃主用のキャノピーを撤去した機種に、広報士が座る射出座席を設置したほか、操縦補助動力を追加した。PR-9 は1958年7月27日に、 初飛行し、ショートブラザーズ社で23機が生産された。キャンベラは、その優秀な性能から、様々な特殊任務用に改造された。その主なものには、無人標的機、U10、後に、D10 と解消。グロスタージャベリンのレーダー操作員訓練機、T11、高高度広報援助施設点検機、E15、電子線訓練機、T17、 あとに T17A に能力向上、標的栄光機 TT18 が挙げられる。また少なくとも103機のキャンベラが各種エンジンやミサイルなどの装備試験用テストベッドとして使用された。さらに電子情報収集機としてソビエト、連邦国境付近で情報活動を行っていた改造機もあるが、その詳細は現在でも公開されていない。 キャンベラは広く輸出され、イギリス空軍から引退した機体が再生された後、輸出されたケースも多い。キャンベラの優れた性能に着目したアメリカ空軍は、1951年に、タグラス A-26 インベーダーの後継機として、キャンベラを採用、B-57 と命名しマーチン社が、ライセンス生産を行った。同社は、エンジンを、ライト J65、 アームストロングシドレーサファイアのライセンス生産型に変更 12.7mm 機重8丁と翼化パイロン4つを追加 XB-51 で取り入れた回転式爆弾庫の導入 B 型以降コックピットをタンデム複座とするなどアメリカ空軍の要求に合わせて独自の設計変更を実施したまた偵察型の RB-57 も生産された 主翼を延長した高高度偵察機型 RB-57D は U-2 が配備されるまで共産圏への高高度偵察飛行に使用された。続く RB-57F は RB-57D の整備を行っていたジェネラルダイナミクスの手で開発され、主翼を大幅に長くして当時最も高く飛べる航空機となり、 U-2 には搭載できない大型の偵察機器を積載することができる利点があったが、すでにアメリカでの偵察任務は CIA による U-2 での運用に一本化されていたため、そのほとんどは大気標本採取装置を装備した気象偵察機として使用された。1955年までに爆撃機型装備の30個飛行隊と偵察機型装備の7個飛行隊が配備された。 西ドイツ、マルタ、キプロス、シンガポール、香港などに派遣された。マラヤ連邦でマラヤ共産党が武装放棄するとスピットファイアやモスキートの後に続いてキャンベラが送られた。非常事態宣言が解除される1960年までキャンベラは爆撃任務に従事した。一方、1956年にエジプトがスエズ運河の国有化を宣言し、 第二次中東戦争が勃発したため、マルタとキプロスを基地に、キャンベラが投入された。キャンベラの爆撃機型は PR、PR-9 よりも先に、イギリス空軍から退役し、残った PR-9 は2001年のアフガニスタン侵攻や、イラク戦争の際に、作戦投入された。キャンベラ PR-9 は、2006年7月のロイヤルインターナショナルエアタトゥーに参加の後、 退役した。しかし、旧型軍用機の保存協会が所有し、胴体保存されている機体が残されている。1951年から1953年に、かけて4機のキャンベラ B2 がオーストラリア空軍向けに送られた。オーストラリアでは燃料タンクの増設など、紹介量を施し、キャンベラ B20 として、メルボルンので、ライセンス生産された。ギャフでは、 合計48機が生産されたが、後期型はエンジンを換装している。また、何機かは、訓練機型に改修され、T21 となっている。オーストラリア空軍のキャンベイラは1965年に、勃発したベトナム戦争において、がベトナムに移動し、アメリカ空軍の指揮下で作戦に投入された。その後、偵察機や標的機に改修され、 最終的に1982年で退役した。アメリカ空軍の B-57 は、ベトナム戦争の初期から参戦し、同戦争の航空戦に投入された初めての、Z 機となった。南ベトナム空軍も少数の B-57、B e を同戦争に投入している。B-57 は1971年まで、ベトコンの補給路に対する夜間阻止攻撃を主任務に、 活動していた。RB-57D は、策に配備され、U-2 が登場するまでつなぎの役目を十分に、果たした。U-2 は1956年6月、初めてソビエトへの偵察任務を成功させるが、アメリカ空軍のルメン将軍も1956年11月に6機 RB-57 を在日米軍基地に移動させ、 ソビエトへの偵察任務を命令した。それを察知した、アイゼンハワー大統領は激怒し空軍による RB-57 を用いたソビエトへの偵察任務を1956年12月以降禁止し、以降はヨーロッパに配備され1964年まで東欧圏の偵察飛行を行っていた。RB-57 も死体空ミサイルに対しては完全ではなく、 U-2 と同じように、ソビエトの SA-2 ミサイルによって撃墜されるケースあった。アメリカ空軍では1982年に退役したが、アメリカの民間軍事会社が運用する標的機などとして配備され、アメリカ軍の標的機として使用されている機体など、現在も運用されている機体が複数存在する。NASA では WB-57 機が、 高高度観測機として使用されている。コロンビア号事故後のスペースシャトル打ち上げ時に外部燃料タンクから断熱材が落下しなかったかどうか観察する目的で飛行したほ2014年9月にはファルコン9ロケットの超音速逆噴射試験の様子を撮影するために使われておりまだ現役で活躍している。また2017年8月21日の日食では 移動する月の影から長時間観測するため、機種にカメラを内蔵した望遠鏡を搭載し、2機でリレー式に追尾した。なお、B-57 は、パキスタイ空軍と中華民国空軍にも供与された。パキスタイ空軍の B-57 は、第二次インパ戦争でインドへの爆撃を観光し、インドもイギリス製のキャンベラを保有し、爆撃任務に当たらせていた。 中華民国空軍では、1958年以降、CIA から、ダイヤモンドビルという作戦名で、RF-84 や U-2 と共に、偵察型 RB-57D が、黒猫中隊の初期装備として配備され、中国大陸への偵察に用いられた。1982年に製造国であるイギリスとの間で勃発したフォークランド紛争では、稼働可能なロッキが、 実戦配備され、イギリス海軍の機動艦隊やフォークランド諸島に上陸したイギリス陸軍部隊への攻撃使用された。いずれもイギリス海軍のシンハリアーによる溶撃や、駆逐艦のシーダーと対空ミサイルによる迎撃で、攻撃前に撃墜、攻撃を阻止されることが多く、ほとんど活躍できずに終わり、最終的に3機が撃墜されている。この他にも、インドが、 インパ戦争や今後動乱で南アフリカがブッシュ戦争でローデシアがローデシア紛争で実戦に投入している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。